ちょっと今絶望中でござる。で、何が絶望かっつったら、この水が絶望なわけで、で、この水がなぜ絶望的なまでに、この床下に入ってくるのかっていう原因が分かっちまったから、さらに絶望なんで、まあ一応、じゃこの動画にしたら、なんか、助けてくれる人、コメください。つか、じゃあ今助けに行くから、どうにかできるよっていう人を助けてください。はい。まあ、これ水がチャプチャプ入ってるわけですよ。でもこれ表見たら、その排水口じゃないんだよね。排水口ではない。排水口ではないんですよ。で、その排水口じゃない、その原因っていうのはちょっと、家の裏行きましょうか。そう、見ていきますわ。はい、じゃあ、原因見ていきますよ。まあ、動画じゃ伝わりにくいんですけど、この辺、水浸しの部屋がここですね。で、そして、漏れなく、まあ、ここの廊下が家の一番端ですね。ここに灯油ボイラーがあって、廊下があり、あそこにトイレがありますね。で、ここに、脱衣所と洗面所がありますね。で、ここの、あそこの壁で、この家は外壁になってます。なので終わりですね。家の建物の面積は終わりです。はい。っていうことを頭に、置き、じゃあちょっと回り込みますよ。では、ここから、まあ、俺のテント部屋があり、ここ玄関。して、じゃあ玄関行きますか。で、ここが玄関であり、その、絶望の源っつうのも見に行きますか。はい。して、ここ玄関の、これは風除室で、あそこ納屋ですね。一番向こう側が納屋ですね。はい。ここ納屋です。そして絶望の源っていうものはこの後ろのことだと思うんですよ。ようやく俺が分かったわけですよね。なんで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 なんっていう。はい。まあここ納屋ですよね。でもここですでにもう水が溜まってんですよね。わかります？はい。はい。水が溜まってきましたね。で、この杭、この赤い点が土地の境界線であり、これ気を抜くとなんか落ちるんですね。はい。この裏の水路なんだわ。この裏の水路なんですよね。で、雨が降ると水位が当然上がるわけですよ。どっから流れてきてんのかって言ったら、ここ納屋ですね。納屋のこれ開かないけど裏口なんだけど、多分この傘が上がってくると、自動的に入ってくると思われる。はい。なので、ここの納屋の、でもね、どっから入ってるかがまだわかんないわけよ。まあ大体これがトイレ。これトイレですね。トイレと廊下のところで、まあこの窓の向こうが浸水してる部屋ですね。ほら。もうここの基礎のところには、入ってはないんですよ。水の水位は基礎よりも上に来てないんですよね。なんで水が入ってくるの？で、ここの通風口かと思いきや、ここの通風口も確か塞いでるんですよ、すでに。これ波トタンとボンボ。あ、まあ、ちょっとこっち側やってないから、ちょっとこっち側もやるとして。でも多分ね、それじゃ無理だったな。あの量は無理なんだよね。で、多分ここ、納屋の方に行くにつれて、納屋のところがすげえ、低くなってきてるわけですよね。ほら。こっからちょっと浸かり出してきてるから、下手したらもっと、なんて言うんだろう、下手したらもっと
部屋のロス、部屋の使い石があるところがもっと低いっていうことだよね。っていうことは、この納屋の中から入ってるってことだよね。はい。で、まあ、外、そんな感じで、絶対あそこから入ってるっていうのが、わかりましたし、まあ、多分ね、これずっと入ってきてるんだよね。だって、俺去年買って、毎年それまで台風とか雨季とかって四季はあるわけでしょ？っていうことはもう、あれは日常茶飯事っていうことなんだ。はい。で、これ何やですね。で、これが納屋で、この納屋に来るとその秘密がわかるんだわ。なんでコンパネを敷いてあるのか、納屋の地面に。ね。もうここまで来ると、ここがもうブニュブニュなわけよね。水溜まってるし。ほら、もうブニュブニュだから、もうわかるわ。ほら、もう水が、こっちね、もうくぼ地なんだよね。この家自体が。周りに比べて。だからもうこれどうもこうもならんって話かな。でもこれ、ここまで来て、よいしょい。まあ多分これを、わあ、結構ぬかってるな。どかしてみねえことにはちょっとわからんわけっすよ。ああ、でもここは水来てないんだな。これ裏の戸口なんだよね。え、待って、じゃああの水どっから入ってきてんの？それがね、今謎。マジで謎。マジで謎なんだ。これ、通風口ではない。通風口ではないっていうことは、かといって基礎よりも、だってね、だって、基礎より高いところっていうか、通風口から入ってきてるんだったら、ここもびちょびちょのはずなんだけど、水が来てないってことでしょ。っていうことは、あれ、染み出してきたってことか。一番こう、降りが激しい時になんか水が入ってきたようなイメージだから、そういうことなのか、わからん。という、謎でした。誰か分かる人いるかな本当に。てか、マジで助けてください。本当に、あの水。多分ね、床下からとなんて敷いたって、ブルーシート敷いたって、プカーって毎年浮くからね。うん。で、多分あそこまでやると、トイレの下の、ね、土台の木が腐るのが早い。だからあそこまでくずくずに腐ってたんだね。トイレのところまで浸水するんだったら、床下からと、ね、床下からっと買ってきて損したじゃんね。茶番だと、あんなもの茶番だと、ひたひたになるじゃんね。どうしたらいい、マジでどうしたらいいですか、教えてください。納屋のところは浸水してない。で、ちなみにこれはお風呂の窓っていうことは、下からもう湧いて出てるっていうこと以外考えらんねえ。それか基礎が割れてその隙間から湧いて入ってるか。ちょっとこれがわかんないよね。はい。今はだいたい5時、じゃなんか6時。6時ぐらいか。6時15分を過ぎたところです。で、まあ一応屋根、雨やんで、まあ夕日が出てますね。オレンジ色。はい。で、まあ、このプールになったところだけども、もう水が引いてきてるよね。だから、すごい水はけはいいんだな、ということが分かってはきたんだが、あれ、来たんだが、まあ、ほふく前進